イエローコアだよ。ESD。ジャンプなんであんの？イエローコアがステージになってた。ないから楽かな。そうかな。なんだこれ、これどう動くかわかんねえ。ゴールどこだ。真上。行きゃいいんだろうな。ここまで来ないとダメだ。今どこまで書いたんだっけ。この階段を登ってくるだろう。ジャンプして落ちちゃうからこっちじゃないわ。戻る。起きて、こう来たら、これジャンプしたら死ぬんじゃないの？こっちでもないから、なんか向こう側に出る位置ないかな？これ死ぬかな？一頭生きてるけど死ぬやつ。なんか多分向こう岸に出ますよみたいなことをどっかで求められる気がするんだよな。ここに来る人はそもそもなんでこんなまばらなんだ。なんだこれ、不思議な挙動になってますね。ジャンプした人が落ちて、人が稀だからこうなっちゃう。下から来れば多分乗れるから、これ降りる方が正解。
そうするとこっからこう来てこう来てでこっからこう来てこっから向こう側に行けないこの場所からは右ああこの場所から右行くとどっか行く？向こう側に着くので、こっち行くとこう来てこう来て、落ちてる？いや乗ってる？ここに行きたいんだよね。だからこっち側に行きたいんだから、ここを左に飛んでくるやつらが欲しいから、ここに俺がいないといけないってやつだから、向こう側からこっちに来ればいいんだね。向こう側こっちには来れないわ、そこ飛んでるから。ここにどうやって来るんじゃ、ここにどうやって来るんだ。違う、ずれてる。下の段がここに来れるわ。この場所が三次元、三次元やめてくれ。これさ、三次元の向こう側にいる犬が透けてんだけどさ、透けてる色が白なんだからわかんないよ。白い犬を白で透けさせるな。こっからこっち来ればこっちに来れるから、ここに持ってくるのが答えだったんで、今どういう動き方になってますかね。下からこっちに流してくれば勝てる。だからここに乗っけるのが、ここに乗っけたい。ここに、ここに乗っけたいってなんだ。このレベルの向こう側はないないから、これどうやって来るんかな。忘れてた。こいつらがさ、ぐっ、どこにいんだ俺今。ここの矢印いらないんだったら、まっす、ああでもこれ飛んじゃうんだっけ。ここに来ないか。クリアできてたんじゃないの。逆向きの矢印そこに入れればクリアだ。三次元、三次元なんよ。なんでこんな分かりにくいんだ。やっぱあれじゃない、壁の向こう側にいるのに。ああそうださ、これ置けないんだ。これ飛ばなきゃいいんだけどね。落下した人が飛びに行ってんのがまずい。でも何人かはクリア行ってる。
まあまばらすぎて足りねえって感じだよね。こっから飛び上がっちゃう人がいるのがまずいよね。ここに連れてきたいよ、この辺に連れてきたいよを満たすには向こう側のあっちに行きたいよだよね。向こう側のこ、どこだ、ここに人を持ってきたいんだから、こっち側に人を持ってきたいのです。してそれをするのは、ここに、ここに人が乗ればいいだけど、ここにの、人を乗っける手段がないんだっけ？あ、あるんじゃない？これ飛ぶと、ここ乗るか？だから、ここに、こっち側から、いや、無理か。逆側からこっちに乗り、でもここに来ればいいんでしょ。乗った後にこっちにやったらダメなのか。こう、そうするとこっからこっち来て、ああ行くわ。これがまだ死ぬってどういうこと？ああ、クレしちゃった。見づれよ。お、ロボットだ。やっぱ今までずっと動かしてたのは敵なんだ。なんだっけ、アザーズ。じゃあなんでアザーズを操作したんだろう。アザーズが白色のアイコンで移動できるようになっちゃってる。黒でよくない？いや、わかる。プレイヤーが操作できるやつが白だっていうのはわかるのよ。黒い服のやつらが黒いアイコンで統一されてたのも事実だから、それはそれでよかったんじゃないのか。何すんの、何すんだこれ。なんじゃいこれ。あっと、ゴールどこ、ゴール上、10で橋がかかって1でゴール、3、雲。この足輪を下に下ろすと雲が使えるようになって、ファンで飛ん、ファンもボックスだから、なんか押してきて下に落とすっていう動き方がしたいんだな。あ、そう。俺が最初に取る行動は何だろうな。ここに銃入ると何が起きるかもわかんないのね。違う、それはわかる。ん？敵を待つ銃ここに送って、足を立てたら、プレイヤーたちが、でも死ぬだろうな、これは。二つの、この場所は、ただずらすだけでいいやんのかってこと？押し込めばいいのか。押し込めば、登れるようになって、ファンを戻ってきて、あ、こっから落として、こっから落とすとファンがこうやって持ってこれるから、下にいる奴らに対して、
この辺に、上から来たブロックで、まず準備。どうすか？いや、こっち側はそれではうまくいかないのか。ここが出っ張ってるのは変なんだ。右側はいけるけどね。コンベア。あ、え？おい、ふざけるなよ。ブロック一塊じゃないルールいきなり出すなよ。パズルだったってこと？これってさ、真ん中のこの物体は2つなの？うわ、マジで言ってんの？知らねえ。知らねえ。あんま流れすぎても怖いな、これ。溜まっちゃってるね。でも落とせる。雲は落としていっか。こうなんだけど、変な流れがあると怖いから、先に雲を流して、その後ファンで飛ばして上に乗らせるでいいとは思いますが、ここもちょっと流れがありすぎて怖いか。この三角形って押せないんじゃない、これ。やば、詰まってら。ステルスミッション。
これは今までアイコンとしては出てきてたから意味はわかる、うん、敵は動きまくるけどなんだと、ここにいる人たちを一人でもたどり着かせればあいつらは解放され、あいつらは武器を持っている、武器を持つ、鈍器を持つので、まあ有限対無限なので勝ちます。ボスキャラがいるっぽいが、もうこれはもう倒すなよしかないか。これ不思議だよね、あのフリーに動かすことができるよねっていうエリアの後のボスステージに全部犬がフリーに動かすよっていうのがないんだね。これはね、もう敵から見えないように頑張るしかないですよ。タイミング頑張ってますよね。しくったら終わりです。なんでこう来たんだろう。こうなってて、ここの二人のタイミング合わせる。真ん中にも一人いるな。真ん中の一人でどうやって動くんだ。向こうに行った。まあ今チャンスでした。ちょっと遅いかも。行くか今。いや見られるかなこれ。やってみ。あ、無理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 。ここがチャンス。これより左側に行ったらもう撃たれるだろう。こってさ、ここ歩いて大丈夫なやつ、ここ行って大丈夫ですかな。行くなら今でいい。で次右側に行かないとダメ。そう、あ、見られた。あ、そう。止めるか。ここがね、間違ってたから、まあ下でやらないとダメだったね。ここで止めて、こっちに行かして。でここで止めて、こっち行かして、ここで止めて上、これでいやいいはず。これまああとこれやるだけよ。ここが一番むずい。
ここは難しくはない。いや難しい、上から来てた。上のがいなくなるんならもういい。おい、なんか一人変なやついる。バカか、あいつさ。あいつバカじゃねえの。なんで、なぜ俺の行動を通りに動かないんだ。あ、犬がいたからか。そんな、このゲームを崩壊するようなこと言うな。犬はいるだろう、相馬すぎ。あ、今いいね。あれ、これストップ解除したときって前回の方向を記憶してんの。あれ、それも知らないの、初めて知ったな。そりゃそうだ、ストップ使うの初めてだからね。だからなんかこれ左向きに移動するが思っちゃってるのかこいつら。だから先頭を切ってるやつらとかがなんかやべえことになるのか。一応行くなら今。念のため、右側がこのタイミングでいいかどうか不安があるけど、やばいや、やばいな、これな、やばいやついるな、どうしよう。あー、それどころの話ではないか。ゼロか、いや一人いるな、一人生き残ってます。見張りが増えた。おいは面白い。こんな面白いことある。え？おい、ああ犬が押し出した。いや、まあその方が簡単かも。犬が押し出しましたの方が分かりやすいな。入ってなくてよかったね。あ、二人だ。やったぞ。動かないんだね、あいつら。うん。ロボットなんだよな。水のステージが分かりにくかったけど、それ以外はあそこまでのものではない。あ、そこはまだあるか。いや、そうか、やっとイエローコア来たか。俺、こっからが本当のボスステージだった。
こっちがなんか撃つみたいなことはできないのかな。やべ、ああ撃ったらこっちになる。レズのボス戦みたい。レズのボス戦やりたいな。全然違くね。あ、これ第二陣か。あ、違う違う、空であの形をして。これね、カメラが動かないんだ今。空見たいんだけど。これ近寄りなさい言ってたね。クリスマスみたい。でもまだ全然上にいるね。いいよ、ソロじゃなきゃ。ロックイズスポンジじゃん。まずいかも。結構減るかも。半分減った？時期狙いなんだよね。柔らか。今度の戦めちゃめちゃ好きだからな。どこも好きだし。こいつはでもあれにも似てるね。あのボスラッシュの時にいる、なんだっけ、なんかさ、自分の周りにあのカウントダウンコアをまき散らすやついるじゃん。なんかあんなのにも似てていいね。数減ってるけど、だいぶ相当減らされたけど。なんか空中にいろいろ置いてある。なんだあれ。あ、このそうなんだ、白いの触っちゃダメなんだ。もう白いのセーフかと思ってた。3人か、まあ、動きやすくなったね。ちょっとやばいかも。減ったな。また減ったな。まだいるよ。かっこいい。これさ、途中で死んだらどっからやり直したんだろうな。どう来るの。中にいていいのかこれ。いいね。ああ、じゃあ壁を行くのか。ハンダミス。狭いかも。これダメかもね。ある程度死ぬ。いやいや。動かない方が良かったのかも。やばい。そっか、上から落下してるから死んでんのか。弱いね。67も弱いね。倒しきれなかった。ここで数増やさんとダメなの。だから壁際にいていい。ここは
4番目のコアに似てる。スーパーレズ好きだからね俺。なんだっけ、スペースチャンネルの方ね、やったことないので、評判がいいのは知ってるけど、まあ、やったことないんで知らないって感じ。おー、減ったなー。まだ倒しきれないね、この数だと。まずいねー。100ぐらい増やしてないとダメなのが辛いわ。またやり直しだこれ。途中攻めすぎてる場所があるんで2回あるの。そこでもっと引いてないといけないんだけど、あれってさ、じゃああれなのかな、あの真ん中のツリー別に攻撃しなくてもターン数耐久してれば勝手にあいつ降りてくるのかな。それだったら話は早くて何もしないが正解になっちゃう。近寄りすぎない方がいい。全然スリーだっけ、あの壁壊すやつらいいよね。ここで近づかない。第3、第、うん、そう、2、4あたりがなんかとってもえぐいのね。近づいてるとそもそも。まだ近寄れない。この後もうやばいから近寄っちゃダメ。ここまで来たらあいつが携帯を変える。そう、ここで行っていい。これダメなのかな、来るのが遅いっつってんのかな。じゃあさ、あれじゃない。ああでも引き連れないが選択肢としてないわ。あの2つに割ろうんで、そういう考え方がない。んとすると分かんないわね。何するんだ。どうせ減るから、どうせ減るからなと思っちゃうんだけど、固まってると減るね。なんかあれかな。いやこれね、待ってるだけでも勝手にこうやって集まってきたでしょ。蛇状にならないの。なんかどっちかっていうと、あの、丸まっちゃうから。あ、これ近寄らないの一択なんだよね、ここって。ああ、あれか。じゃあ、近寄れるときは近寄ってとっとと逃げろっつってんのかな。ここ行けるんだからここ行っとけってこと？行けるか？だけどすぐ逃げないといけないやつが。ここで逃げろ。十分逃げろ。きつーい。でも100いってら大丈夫かな。100だったら倒す判定なるかな。どうだろう。あ、いった、よかった。面白い。こういうゲームでもいいよ俺は。こういうゲームでも僕がぶち切れる時は何なのかというと、パズルだーと思ったらパズルじゃなかったよみたいな裏切られ方をした時に結構なんでやねんってなりますね。こういうゲームだよってなってれば別にいいのよ。次の枠よろしく。次最後じゃない。これでアザーズ消滅なのかな。
次からアザーズが来ないのだろうか。あ、人気の、あれ？ロボットじゃなくて人に戻ってる。ここのシーンでは反映されないんですね。赤か。そうだね、赤色なかったね。知性ってまだもらってないんだっけ？あんま知性あるようには見えない。あ、整列してる。すげえ。気持ちいいね。見ていて気持ちいいね、これ。自律的に活動するようなものがあるのだろうか。さっきは犬に引っ張られてたから、何かプログラミングできるのではないか。お前はこう動け、みたいな。文明。違うかも。違うかも。ん？なんかタロス1みたいな話？これ。タロス1みたいな話か、もしかして。滅亡した人類蘇らせようプロジェクトか。まあベタな話ではある。文明やって、次にもう一個なんかやって、レッドコアやって、一周して、わーって感じだね。俺のロボットフォームはどこ行った？だここだと見られないんだよね。すごいね、どこまでも。あーは、意外と有限。意外と有限じゃないか。本当ですか。いやー、美しい。あ、なんか、なんかリンクが見える。ロシも取り込まれてるか。ん？ああ、なんか下半身のグラフィック欠けてる。なんのそれ。回ってるやついる。あ、違うか、俺を見てんのか俺。回る俺を見てる。イージー。次回何が来るんでしょうね。楽しみ。全部この体型ヒロシに見えてきた。では、次回お疲れ様でした。